はい、皆さんご一緒に。おはのー、はのです。今日もフォートナイトをしていきます。今日は久しぶりにのラスクしたらいいピクルをしちゃったです。ということで本日はジョーンチーズに着地しています。とりあえずね、いつも通り武器と原材を集めます。どうやら敵がいるみたい。すごい勢いで逃げてますね。これで一人ダウンです。ちょっと落ち着いたかなと思って武器を漁ってますね。まだ敵がいたみたい。奥でも銃声してるから多分誰か戦ってるんだよね。これ振って二人撃破です。エビちゃんのせいで撃ってる。まだまだ敵がいますね。あ、人間だ。人間だけどめっちゃロー。そう、めっちゃローって言って敵追ってたんだけど、まさかの別の人が近くに来ちゃって、その人と戦います。熱い、熱いよ。なんかちょっとね、動きが早いみたいで全然撃たれたのが出てこなくてびっくりしましたね。ということで、こっそりシンさんのカード拾いに行こうとしたら敵にバレてやられました。ナイスです。今日もバレさんは強いです。全員の拾ってリブートしてもらいます。で、奥に王冠が落ちていたので王冠ダッシュチャレンジ。俺がダッシュで、俺が取って落とす、取って落として、取って落としてやる。この間ブッシーさんにもやってもらった。ありがとうございます。うちに王冠が拾えました。ハノはね、いつもみんなに王冠をもらってます。だいたい倒れて復活して出して捨てて捨てるしてればね、消えないからって言って。やってましたね。でここで野良の方とね、あのシールドを渡して回復します。でここでダンスバトルタイム。なぜか私のね、妹だけ開かないっていう悲しみ。そんなことをしてたらね、来てる、ストームが来てる。やばいやばいやばい。まあこうなりますよね。遊んでる場合じゃねえ。ということでね、ストームから出て回復をしながら走っています。近くでね、調整してますね。俺が撃ってんのに、変に死にさんがえいとかってなんでやねん、ほんとに。燃えたー。なんか敵がずっとフレアガンみたいな投げてて、すごく燃えてました、あちこち。ジョンはきっと邪魔してるつもりないよ。ジョンは友達。ジョンは友達。なぜか噛んだね、外国人みたいになってしまった。で、敵と遭遇します。が、どこ行ったって探したらこんなところにいました。これで一人撃破です。クリームの下を持ったクリーム。ジョン、ジョン使って送られた。で、奥に引いてったのかわかんないけど敵が見えなくなって あそこにいるって言ってますね。あ、待って、ベリーがある。で、敵が引いてったの、待って、ベリー取ってあげたいから。待って、今私に攻撃してこないで。やめて、やめて、イノシシ。イノシシ、イノシシ。イノシシはやっつ。ということでね、シンさんがイノシシを倒してくれました。私はベリーを持ってクロンボに近づいていきます。なんか木の実をいっぱいあげると、いっぱいあげるから早くいい武器ください。いい武器がもらえると聞いたもんで、ベリーを一気にいっぱいあげます。さてさて、
どうでしょうか。これで全部食べたかな。なんかちょうだい。うん。あんなにいっぱい食べて緑しか出さんの、マジ痛い。そう、文句言ってたら敵に撃たれました。綺麗にスナイパー抜かれましたね。そんな、もういないと思ってたのに敵。奥は走ってますね、ぴょんぴょこ。今のうちに回復したいところ。はい。でシューってしたやったら撃たれてしまい、結局減るっていう。で、詰めてきてたので撃ちます。これで結構割れたから。ナイスです。バルさんの援軍射撃によりハノは助かりました。エビちゃんがお魚をくれました。気づいたらエビちゃんはすごく遠くにいましたね。あっちは安置街なので、そーっと遠くから援護射撃をしようかと思います。あー、ここのやつ白ダメ。あ、ナイスです。結構しっかり戦ってるので援護したいところだが、敵が見えない私。ここでエビちゃんがな、アンチ街で拾いに行けないけど、結構みんな削れてるので攻めていってもいいかなっていうところですね。あのトラックの裏にもね、一人隠れてるんですよ。これでだいぶ削れたかな。シンさんのシールド割ったの合図で前に詰めて行こうかなみたいな気持ちですね。バルさん行ってるから行こうって詰めてます。やった。バルさんの敵さんはチャグスプをかけてくれたみたいで、私の仲間な感じをして感じがしてとても素敵だなと思いました。私も焦るとチャグスプかける民なので、ちょっと仲間意識で、せっかく詰めていったのに敵を見失うっていうね。どこどこどこ、どこ行った。シンさんが倒してくれました。でまた撃たれ、ここで一人ダウンです。そしたら上からめっちゃ撃たれちゃって、痛い熱い痛い熱いみたいな。とりあえず回復がしたかったんだけど、ストーム来ちゃったからストームから逃れよう、ダッシュって思ったら後ろから撃たれたので壁をしながら走ってきます。回復なんてさせぬよね普通に。さっきダウンした人かな、倒れましたね。まだ後ろから撃たれます。見たらもう走って、早くねって思った。私も走ります。こっからもう後ろとは戦わずアンチの方に行きます。行ったらね、丘上に敵がいました。回復してから行きます。この時点で残り6人です。もうね、上の敵さんを倒します。バルさんがね戦ってたから私のところに来ないだろうと思ってたらがっつり来たし、グレネードランチャーで崩されるっていう。で反対側から登ります。上がりすぎましたね、もうちょっと下。奥にいますね。
またも逃してしまいます。降りてきたのに当てれない。前からもね攻撃を食らってて、でまた敵さんここにこもってますね。回復してます。でワンボックスに入ってドーン、見事な撃破でした。急いで降りてストームから逃れます。多分向かい側に敵がいましたね、さっき言ってる感じだと。シールドを補給します。で、バリさんがチャグ投げに来てくれました。ありがとうございます。で、そんなことしてる間に右側から敵が来てましたね。もうグレネードめっちゃ怖い。思ったより火付き爆弾かな、思ったよりしっかり崩れるっていう。焦ってサーブマじゃないや、 MK 撃ってますね。登ろうと思ったら登れなくて諦めてバレさんの方に行きます。これでバレさん一人撃破、ラスト一人。やったー、はい、ということでビクロイです。王冠ダッシュチャレンジがね成功したので見事を食らうミクロイになりました。ドラのエビちゃん優しくしてくれてありがとうございました。たまにはね野良も出会いがあっていいなと思いました。ということで本日は久しぶりに野良すくしたらいいビクロイしちゃったでした。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。これからもどんどん動画上げていくので楽しみにしていてください。それではバイバーイ。